はい、トワイライト連邦共和国ブログです。今日はですね、アシアボートに来てます。アシア協定場です。まあ取材なんですけど、こっちに泊まってるバスを取りに来たんですけど、先ほど新しい元号が発表されまして、令和ですか。ちょっとね、R から始まる元号っていうのは全くなんて言うんでしょうか、予想外でしたね。今上を航空自衛隊のジェット機が飛んできましたけども、R から始まるとは全く思ってませんでしたね。令和、いい響きだと思いましたね。ちょっとすごくなんて言うんでしょうか、新鮮というか斬新というか、なんかそんな気がしました。なんか万葉集からね、撮ったらしいですけども、出典は万葉集らしいですけども、まあ日本の古典から撮ったのは初めてらしいですね。非常にいい響きだと私は個人的には思います。なかなかね、こんななんか元号になるとは思ってなかったので、ちょっとびっくりしました。なかなか誰も予想しなかったんじゃないでしょうか。で、漢字もね、昭和の和が使われてますけども、令という字ね、律令の令ですか。律令の令というとちょっと難しいですかね。はい、政令の令ですか。そんな、なかなか珍しい、字なんじゃないかなという思います。今まであったんですかね、令という字は。ちょっと調べてないんで分かりませんけども、個人的には非常にいい、言語だと思いますので、大切に使っていきたいなというふうに思います。まあね、字自体はそんなに難しくないので、昭和の和なんかはね、書き慣れた字ですし、昭和生まれですので書き慣れた字ですし、まあ平成生まれの方でね、若いというふうに言われてた方は残念ながら、時代を一つ超えてしまうわけなんですが、まあね、そういうもんです。年を重ねればそういうふうになるもんです。ということで、私は昭和、平成、令和と3時代を生きることになってしまいますけども、さあどうなるでしょうか。ですね、反対側、私これ360度なんでぐるっと回してほしいんですが、私の反対側に、止まっているバスが、どっから降りようかな、降りようと小賀に行くバスですかね。中型のハイデッカーですね。西鉄バス筑豊の中型のハイデッカーですね。結構いいバス使っててびっくりしました。なんか普通の路線車が来るのかなと思ってましたけど、まあ、多分近隣のやつはね、普通のが来ると思います、路線車が来ると思いますけども、まさか中型ハイデッカーが来るとは思ってもなくびっくりしました。そしてですね、今私の反対側に今着陸している飛行機が、航空自衛隊の練習機ですね。ここは航空自衛隊の芦屋基地は練習機だけなんですよ。戦闘機じゃなくてね、共同体だったっけな、パイロット養成する教育隊なんで、実戦に配備する戦闘機はないんですけども、そんな、基地ですね。ここからはね、ちょっと芦屋協定場そのものはプールなので、川ではないので運河川はほとんど見えないんですけど、もうすぐ向こうが運河川です。2レースやりまして、2レースとも取ったんですけど、1レース目がね、ちょっとガチガチのレースで休みが来てしまったんで、結果的にマイナスになったんですよね。だから、2レース目でちょっと、取りまして、800円ほど儲かったんで、あとは取材して帰ろうかなと思います。ということで、新しい元号令和というふうに決まりましたので、いい、私は
響きだと思いますので、大切に使っていこうかなと思います。皆さんはいかがでしょうか。今日もご覧いただきましてありがとうございました。